昨年大盛り上がりを見せたカタールワールドカップも終わり、欧州各国のリーグも本格的に再開されましたね。そして我らが日本でも新シーズンの J リーグが開幕を迎えます。そんな J リーグのさらに下、いや正確にはプロではないカテゴリーに元日本代表選手や J リーガーが多数在籍しているチームがあることをご存知でしょうか。ご存知の人もいることと思いますが、そう、南葛 SC のことです。今回はこの南葛 SC がなぜ大物選手を次々と獲得できるのか、その裏事情について迫っていきたいと思います。キャプテン翼、南葛と聞いてどこかで聞いたことのある名前だと思った人もいるのではないでしょうか。そう、この南葛、日本、いや世界を代表するサッカー漫画キャプテン翼にちなんで付けられた名前なのです。キャプテン翼といえば1981年の連載開始からワールドユース編ロードトゥ2002などが描かれ、サッカー漫画といえばキャプテン翼を連想する人も多いことと思います。このキャプテン翼、醍醐味は何といっても数々のスーパープレーではないでしょうか。作者である高橋陽一さんも連載当初から読者の印象に残るポイントとなるシーンを意識して書いていたということで、幾多の印象的なスーパーゴール、シュートを生み出しました。個人的には日向小次郎の雷獣シュート、これはわざと地面を蹴り、その反動で足を弓矢のようにしならせ打つシュートなのですが、めちゃくちゃ真似しましたね。このキャプテン翼に出てくるのが南葛 SC です。主人公の大空翼や三崎太郎たちが小学校時代に所属していた選抜チームなのですが、とは言ってもなぜ現実世界に存在するチームにこの漫画のチーム名をつけることになったのでしょうか。実はもともとは1983年に葛飾区にある時和中学校サッカー部 OB を中心に時和クラブという名前で活動をスタートさせていました。そんなチームに転機が訪れたのは2013年、地元葛飾区出身でキャプテン翼の作者である高橋さんを講演会会長に迎えることになったのです。そしてキャプテン翼の登場人物である大空翼らが小学校時代に所属していた選抜チームにちなんでチーム名を南葛 SC へ改称することになりました。現在は関東サッカーリーグ一部所属のトップチームから幼児から小学生までのジュニアスクール、フットサルチーム、女子チームに至るまで幅広い世代のチームを運営しています。所属選手、そんなキャプテン翼にちなんで名付けられた南葛 SC、 所属する選手は実に豪華な顔ぶれが揃っています。特に有名どころの選手を3人紹介したいと思います。1人目は元日本代表稲本潤一選手、言わずと知れた日本サッカー界のレジェンドです。2001年からは約10年にわたってヨーロッパでプレー、チャンピオンズリーグにも出場した経験を持っています。日本代表では2002日韓ワールドカップのベルギー戦、ロシア戦でのゴールが印象的ですよね。2022年から南葛 SC の一員としてピッチで躍動しています。2人目は元日本代表今野康之選手、こんちゃんの愛称で親しまれ J リーグの舞台で20年以上にわたって活躍しました。日本代表でも数多くの試合に出場しています。その可愛らしい愛称とは裏腹に屈強な体を武器にしたボールダッシュの能力、優れた危機察知能力を生かした幅広いエリアのカバーリングなど、まさに守備職人って感じです。3人目は大前元気選手、この2月1日に南葛 SC のチームに加入することが発表されたばかりの選手になります。清水エスパルスなどで活躍していましたが、印象的だったのはやはり高校時代ではないでしょうか。高校3年時には2007年に高円宮杯全日本ユース選手権、全国高校選手権の2冠達成に貢献、
大前選手も高校三大大会すべてで得点王を獲得するという史上初の快挙を成し遂げるなど活躍しました。この他でも2022年に現役引退を発表した元日本代表井ノ原正彦選手も在籍していましたし、浦和レッズで活躍した関口邦光選手なども在籍していました。大物選手を獲得できる理由。それではここからは関東一部リーグのチーム、 J1 から数えて国内5部相当リーグのチームになぜここまで J リーガー、日本サッカー界のレジェンドたちが集結するのでしょうか。その真相に迫っていきましょう。給料のからくり。大物を獲得できる理由、皆さん真っ先に思い浮かぶのがお金で取ってきてるんでしょではないでしょうか。南葛 SC のスポンサーの力が強い、予算が潤沢でクラブはお金を持っている、そのお金で選手を獲得、選手にも高額な年俸を支払っているなどを考えられる人もいると思います。ですがこの南葛 SC、 年間予算はオーナーから選手への昇格ボーナスを含めても1億7000万円程度にしかならないのです。そこから3億円に増えたりとしていますが、これではとてもお金のかかる大物選手の獲得は難しいと言えます。この予算規模は関東一部リーグでは上の方ではありますが、それでもさらに予算があるチームはあるとのこと。チーム人件費が平均2億円の J3 にも及ばない規模というのが実態です。クラブにお金がないのになんで大物を獲得できるの？って感じになった人もいると思います。選手個別パートナーというクラブの制度が大物獲得を可能にしているのです。この制度は2020年からスタートしていて、練習着の背中部分に選手自らが獲得したスポンサーの名称やロゴを入れることができます。このパートナーは法人、個人、どちらでも可能。金額、パートナー数は選手が自由に決めていいルールとなっていて、契約選手の場合は経費を除いた金額が本人の収入になるというからくりなのです。通常こういった制度はかなりの割合がクラブの売り上げになってしまいますが、南葛 SC では選手のモチベーションを上げてもらおうと全てを選手に入れるという仕組みにしているのです。これはつまり有名な選手、人気のある選手であればあるほどメリットが大きいと言えます。自分自身の実力、知名度、人気があればチームが有名でなくてもスポンサーがついてくれるからです。実際南葛 SC の岩本ジェネラルマネージャーもこの制度の部分も大きいと思うと語っています。 J1 仙台から加入した関口選手はすでに1000万円を集めたと言いますから驚きですよね。さらにクラブは選手個人の年収アップだけではなく、スポンサーになってくれた企業や個人の思いを背負って選手がプレーすることになることがプレーにポジティブな影響が出てくると考えているとのことです。応援してくれる人の思いが見える化され、選手が責任感を持てる。また選手自身が営業活動を行うことでビジネスパーソンとしてのスキルアップも狙っていると言います。南葛 SC のホームページを実際に確認したところ、選手個人の紹介ページには個人パートナー募集という文言もあり、そこから個人パートナーの問い合わせが可能になっています。スポンサーサイドのメリットとしても、選手個人の SNS で会社名、個人名をプロモーションしてくれるようですね。南葛 SC に気になる選手がいるという人は一度チェックしてみても面白いかもしれません。岩本 GM もこれまでは J リーグ経験のある選手10人に声をかけても1人か2人くらいしか加入に至らなかったが予想を上回るくらいと、経営陣もこの制度の効果を実感しています。それでは実際所属選手たちはどのように日々活動しているのかというと、例として2007から2009年の鹿島アントラーズの J リーグ3連覇のメンバーである佐々木隆太選手を取り上げると、佐々木選手は2019年から南葛 SC に在籍、2020年から正社員として平日週3回葛飾区内の事務所で勤務しています。そういった会社員として働きながらピッチ上ではエースフォワードとして得点を量産しているのです。
大物が大物を連れてくる好循環。こういった給料のからくり、選手自身が頑張れば給料が上がる仕組みの他に、やはり見逃せない点は大物選手がもたらす価値でしょう。南葛 SC は SC 相模原と業務提携し、2017年にブラジル人選手2名を獲得。さらに相模原を退団していた近藤祐介選手を獲得するなど、クラブ初の大補強を敢行します。その後も J2 愛媛で背番号10を背負った安田光大選手、元日本代表の福西崇史選手が10年ぶりに現役復帰する形で加入するなど、徐々に大物が加入するようになります。特に福西選手といえば、現役時代ジーコジャパンの黄金のカルテッドに割って入るなど、甘いマスクと合わせて日本代表のレジェンド級の選手です。こういった大物選手の加入は、次の大物選手獲得のために必ずプラスに働くでしょう。その後、この福西選手が監督として指揮するなど、チームは順調にステップアップ。東京1部リーグ優勝、関東2部リーグを2位でフィニッシュ。入れ替え戦で1部リーグ昇格を決めるなど、勢いは止まることを知らなかったのです。2022年には、先ほど紹介した稲本選手、今野選手、関口選手、井ノ葉選手の元日本代表4名を獲得するなど、一躍日本サッカーファンに知られる存在にまで上り詰めたのです。実際岩本 GM も、特に元日本代表選手がクラブの価値を上げてくれた、心配していた部分を十分取り返せるだけのクラブとしての魅力、価値が上がったと語っています。稲本選手も加入の経緯について、クラブのコンセプト、組織としてしっかりとしていることを評価していますが、その上で、すでに在籍していた選手に知っている選手がいたこと、キャプテン翼のイメージがあったことも語っています。首都圏のクラブ、 J リーグを目指すチームビジョン、大物選手が加入する理由、それは南葛 SC が市場規模が大きい首都という立地にあることも見逃せない点ではないでしょうか。現在東京の J リーグのクラブは FC 東京と東京ヴェルディ、 FC 町田ゼルビアになります。ですが、いずれもホームスタジアムは東京23区外。これに比べて南葛 SC は23区の葛飾区をホームタウンとしています。この点は選手時代の後半戦を過ごし、引退の近い大物選手も考慮するでしょう。生活環境、インフラ、そして娯楽といった要素からも地方に比べて魅力的です。引退後の生活、自身の第二のキャリアを考えても東京にいて損はないはずです。さらに南葛 SC が J リーグ入りを明確に目指してチーム作りに励んでいることも大きいでしょう。葛飾から J リーグへ、そして日本&アジアを代表するクラブへをミッションに掲げているのです。 J リーグ入りを目指していることももちろん、世界の舞台に飛び出そうと夢見るチームに共感する大物選手も多いのではないでしょうか。トップチームの運営体制を整えるだけでなく、育成年代のカテゴリーについても急ピッチに体制を整え出してますので、その本気度がうかがい知れますよね。とは言っても、大物選手たちは J リーグでプレーし続けたい思いが強いことも事実です。最初は南葛 SC からのオファーに応えるか躊躇することもあるようです。 J リーグのクラブからのオファーを待ちたい気持ちがやはりあるのです。しかし、加入した関口選手は南葛 SC の熱意で加入を決めました。南葛 SC の J リーグ入りを目指すというビジョンを聞いて、僕自身もう一度 J に戻るチャレンジをするのも面白いんじゃないかと思ったと語っています。ただやはり J リーグクラブとの違いに戸惑いを隠せない選手も多いようです。 J リーグではクラブハウス、ロッカールーム、天然芝と練習環境、試合環境はとても恵まれています。一方で関東一部リーグでは公式戦は人工芝で行われることが多いのが現状です。このあたり、 J リーグで長年プレーしていた選手は適応に時間がかかってしまうのです。人工芝のピッチに慣れるまでは怪我もしやすいですし、また夜に練習するということも生活リズムが変わり適応に大変だったと稲本選手も語っています。
とはいえ上を目指している。目指せるだけのポテンシャルも実際に秘めていて、毎年大物選手が加入している状況を見れば、今後早い段階で J リーグ入りを実現できるのではないでしょうか。ここまで関東一部リーグに所属する南葛 SC がなぜ大物選手を呼び寄せることができるのか解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。個別パートナーという制度のからくり、大物選手が大物選手を呼び込むという好循環が主な理由であること、お分かりいただけたのではないでしょうか。こういった首都圏のチームが J リーグ入りを目指す動きも活発です。都市部では練習場の確保などの難しさもありますが、日本の首都である東京を盛り上げることも日本サッカーの発展につながるのではないでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。